明けましておめでとうございます。本日は新春恒例となりました法要術実演にお越しくださり誠にありがとうございます。こちら浜離宮恩賜庭園は江戸から東京に伝えられる唯一の御嶽城として国の特別名勝及び史跡として保存されております。江戸時代は徳川将軍家が、明治時代は皇室の方々が同園内で魚釣りや乗馬、そして鷹狩りなどを楽しまれました。現在は全て禁止されておりますが、お正月に限り特別に伝統文化を今に伝えるため鷹城の技の一部を公開しております。皆様に日本の伝統文化である鷹狩りにつきまして、わずかではありますが鷹城の技をご覧いただき、鷹狩り文化を想像していただければ幸いです。大変長らくお待たせいたしました。実演に先立ち鷹城による訓練の一つであります輪回りをお見せしております。訓練中鷹をさまざまな環境に慣らすため、鷹城は街中や郊外に鷹を据えて出かけます。これを据え回しと言います。その前に一箇所を回りながら鷹に周辺を見せて場所と状況に慣れさせる訓練を行います。それがこの輪回りになります。鷹は自分の縄張りの外に出ることを不安に感じる習性があります。このため鷹城はその感覚を広げて、どこに行っても自分の縄張りのように自由に狩りができるよう、さまざまな環境に慣らすようにします。鷹が鷹城のそばにいれば安心であると感じられるようになると、どこに行っても平常心で狩りができるようになります。この浜離宮恩賜庭園が宮内省の鴨川であった頃は、大手門の外、現在は駐車場になっている場所で、鷹城たちは夜中に1時間くらいこのようにして回り、それから銀座の三越までまで、失礼しました、それから銀座の三越などまで歩いて据え回しに出かけたと言われております。私たち諏訪流法要術保存会は鷹城の技の流派の一つであります諏訪流をもとにした技と心を学ぶことによって、伝統文化としての鷹狩りを後世に伝え残したいという思いで活動しております。諏訪流の発祥は明らかではありませんが、信州の諏訪大社には鷹で捕らえた獲物を備える煮え鷹の神事という行事があり、これを取り計らう神官であった大堀には神の化身である鷹を訓養する技が継承されていたと言われております。諏訪流の技は戦国時代以降になって武家に伝えられ、江戸時代には一部の鷹城が幕府や地方の藩主に雇用されました。現代の諏訪流は徳川将軍家に仕え、明治時代以降は皇室に仕えた小林家に継承されたものが元になっております。第14代小林宇太郎先生は宮内省で育てられた弟子たちに後を託されましたが、戦後は宮内省の鷹狩りが中断されているため、第16代花見薫先生は退職後民間人に後を託されました。当保存会は指定制度の下で第17代田子守善次郎先生に指導を賜りながら、諏訪流鷹匠の技と心を学び、門下生は型の修練を通して鷹に対する心の使い方を知り、鷹城の技を体得しております。
この度は日々の努力の成果として高友門下生による鷹狩りの技の一部をご覧いただき、鷹狩り文化をご理解いただきたいと思います。なお実演に先立ち皆様にお願いがございます。鷹は非常に警戒心の強い動物ですので、見慣れない動きに驚きやすいため、お子様は急に走ったりボール遊びをするなど控えていただけますようお願いいたします。ご観覧の皆様の写真撮影は結構ですが、鷹の視線に光が入ると驚く場合がありますので、鷹の飛行中にフラッシュを鷹売れませんようお願いいたします。また実演に際し生きた鳩を使う場合があります。これは鷹狩りを通して生態系における鷹と餌動物の関係を理解していただくために、獲物を捕るところをお見せしていますが、捕らえた鳩はできる限り苦痛を与えることのないようにするなどの配慮をしておりますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。なお今回はお客様に見やすいよう特別に白い鳩を用意しております。ではこれより実演を始めさせていただきます。門下生は整列してください。